1977年、国鉄地北線時代のおよち駅と、周囲500メートル範囲、右上が、北見方面。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成およち駅は、北海道アショロ郡アショロ町およち本町20-11にあった、北海道地北高原鉄道ふるさと銀河線の駅で、ある。 ふるさと銀河線廃線に伴い、2006年4月21日に廃駅となった。電報略号はおよ。1910年の池田陸別が開業間もなく、周辺の山から採石した石材搬出がこの地で盛んになり、本線上に貨車を停車して積み込み作業を行っていたが、列車遅延の原因となっていたために当駅が開設された。1915年からは、 王子聖子により、陸別の都間川上流からの流層木材、陸上毛網が、最寄りの都市別川に設けられ、当駅戸場まで馬車軌道が伏設されて、木材の搬出が盛んな時期もあったが、九百十九年の洪水で被害を被ったために、陸別駅戸場へ切り替えられた。九百五十四年十二月に駅舎が改築され、この駅舎が廃止に至るまで使用された。この時期が、 駅の利用の最盛期で年間約12万6000人が利用していた。以降は地域の人口減少に伴い利用客も減少していった。2006年に廃止となった後は他の目的での利用を模索して駅舎が残されていたが具体化できなかったため約158万円をかけて2015年1月にも解体することになった。当駅の所在する地域名より アイヌ語の、およち、熊が人を殺すあるいは、およ、い、川尻に、それが、多くいる、もの、に由来するとされ、特に校舎の会が妥当とされる、単式ホーム一面一線を有する地上駅。元は、島式ホーム一面二線を有する構造であったが一線が撤去され、この構造で廃駅を迎えた。廃止後、線路や電線は早期に撤去された。 駅舎は前述の通りしばらく残存していたが、2015年8月時点で、すでに解体されており、周辺の塩石などが痕跡として残るのみとなっている。国道から線路跡を挟んだ反対側に、およちの集落がある。駅跡地も集落側に位置する。ありがとうございます。